はい、皆さんこんにちは、モトラットつくばです。今回は、選択名シリーズ2020年 SNRR と、2020年 SNXR ちょっとお送りしたいと思います。この2社の比較は、ちょっともう考えていたんですけど、ちょっと状況を見てちょっとアップしようかなと思ってて、ちょっと今回やらさせていただきます。ちょっとまあ足回り関係からちょっとまずご案内していきたいと思うんですけど、SRR の方はフロントのタイヤがサイズが 120/70ZR17 で、こちら今現車 M パッケージ車ですので、リアが 20055ZR17 ということで、まあ17インチホイールということなんですけどね。はい、対して、XR の方はフロントは SRR と同じように、120/70ZR17 ってことですね。はい、に対して、リアは、190/55ZR17 ってことで、SRR のスタンダード車と同じサイズを、XR は入っているということになります。はい、ということなんですが、車重は基本的に、そうですね、すでにもうかなり違うんですけど、 SRR の M パッケージ車は 193.5kg が一応カタログ上、車検証重量ですと車庫に入りますね、 200kg。 SNXR の方は、こちらスタンダード、プレミアムスタンダードですので、ローダウンの車両なんですけど、こちらは、230kgということですね。はい、ということで、この時点で約30キロの差があるということです。ホイールベースは SNRR の方は1441ミリに対して、 SNXR のこのプレミアムスタンダードブローダウンの場合は、1535ミリになりますから、ざっくり言っちゃうと10センチでしょうかね。はい、それだけの差があるということになります。フロントフォークの、キャスター角、フロントの、そうですね、フォークのこうなってるところですね、こうなってるところですね、こうなってるところは、SRR の方が立っていて、対地角に対して直立に近い状態で、
エクサラの方は大地に対してはちょっと寝てるということになります。まあ、わずかなんですけど 66.9 に対して 65.1 だったかな。すみません、ちょっとこれスペック出て今手元にないので、ちょっと教訓ながらなんですけどちょっと違うということになります。はい、この2社ってまあもう見ての通り、まあ今 XR の方は前回 1250GS ともちょっと比較しましたが、まあアドベンチャーという、まあ、みんな言い方してますけど、まあ、いわゆるオフロードモタード系の形、あるのは典型的な SS という感じですね。まあ、昔でいうレプリカの形なんですけど、まあ、どちらかというとそれぞれこう趣向が分かれてるんですけど、まあ、足回り関係がこうやって近似してますと、まあ、走りのこうバッティングが結構あるということになると思います。はい、エンジンに関しましては、まあ、この SNRR ベースのこの XR のエンジンが乗ってるわけなんですけど、まあ、エンジンもあのシフトカムエンジンといって、あのバルブあのですね、吸気側のバルブをこうあのカムをこう切り替える機能がついてるんですけど、まあそれぞれこう RR はついてたんですけど、 XR の方はこれはついてない仕様になります。馬力の方も SNRR の方は 207PS に対して XR の方は 165PS ということで差異があるんですけど、まあいわゆる吸気系 あのシステムにちょっと差異があるのと、シフトカムがあるないで差があるということですね。メーター関係の仕様とかは近似してますね。バック TFT メーターがそれぞれ向こうも TFT メーターなんですけど、あとグリップヒーターほかということなんですけど、サスペンションがこちらダイナミックイーサーに対して SNRR は DDC ダイナミックダンピングコントロールで、プリロードはまあマニュアルでまあそれぞれサスの部分でこう調整するんですが、ダイナミックイーサーの場合はそれを電動でこう両方ともできるというところが違います。まあ、これもダイナミックイーサーのこっちが GS 先日の 1250GS の選択目安でやりましたけど、ダイナミックイーサーのもう中でもやっぱ仕様が違うと、まあ、明らかに、サスペンションのこの制御系は SNRR のクローズドコース向けでよりこうコーナリング関係をこう緻密にやっていくので、まあ、XR と比べたらやはりこうやっぱり一歩上手という感じと言えます。ただストリートではどうかって話なんですね。具体的に、まあ、あの今回走行をそれぞれしてみて、まあ、回転数で言ったら法定速度を守るプラスアルファのとこですと、やっぱり正直フルパワーなので3分の1ぐらいの回転数でしか使えませんし、まあ、一部ある程度回したとしてもやはりシフトカムエンジンのハイカムが入るほどではありませんから、どちらがどうかっていう尺度で、今回ちょっと見ました。はい、クローズドコース持っていけば当然 RR のが圧倒的なパフォーマンスの差が出るのはもうそれはもう自明の理なんですけど、まあ、今回どちらかというとストリート、例えば、ここは茨城県ですけど東京大阪間をあのロングツーリングした場合どっちが快適であるかっていう部分のちょっと得る目線でこう見るとか、そういうところでは今回ちょっとそこを考えながらちょっと乗ってみました。結論からいくと、SNXR の方が、まあ、シート周りがちょっと RR と比べたら厚くなくていいって話もあるんですけど、ある程度やっぱり距離取るとどうしても熱が回ってきてしまいますので、2社やっぱりその部分はちょっと互角なのはちょっと確認できました。まあ明らかにこの部分のこう形状がちょっと違うだけで、まあ、あの膝周りはあのこのフレックスフレームで逃がしてあるんで厚くないんですけど、やはりこうスネ周りとかがやっぱりブーツライディングブーツはしても、まあブーツ越しにやっぱり熱が伝わってくるのはもうちょっと仕方がないかなと思います。まあ、どの道2社ともやっぱりハイパワー車とはハイパワー車ですから、その部分はもう仕方のないことかと思いますが、ただロングツーリングを考えるとこの2社って正直使える特性だと思うんですよね。これはまあお客様はこうタメカーの車両のご試乗の方含め、まあ、現段階でオーナーさんからもいろいろお話をお伺いしますけど、実際こうツーリングに使える特性だと言えます。実際クルーズコントロールも2社ついてますしね、やっぱりその部分はやっぱり見逃せないポイントだと思うんですよね。はい、
まあ、2社ともこうそうですね、何が違うかっていうと、もう見ての通り形がまず違うのが違うんですが、どっちがいいかっていうふうにちょっと考えると、やっぱりパワーがあった方がいいっていうお客さんもやっぱり SNR なのかなとは思ってるんですね。ポジションも実際、まあ、ノーマルでも、まあ、一つ前の SNRR と比べても随分タンクエロが、まあ、16.5 でちょっと小さくなったんですけど、ハンドル負荷のポジションが随分楽になりましたしね、明らかに。まあ、U ターンの時にちょっと、クリアランスが近いと言われる方もいるんですけど、そこはまあ SS の場合ちょっとしょうがないと思うんですよね。ハンドルの垂れ角はどうしてもストッパーの位置とか加工したりとか、イレギュラーな話になってきますので、そこはちょっと仕方のない話だと思います。で、対して XR はバーハンドルですから、その分、ハンドル切れ角ほかでやっぱり余裕がありますから、まあ、ツーリングでもし U ターンするとか、そういう時にはいいと思うんですけどね。ただ、SNRR 比で考えると、やはりハンドルからどんどん、やはり人間の手がこう離れて、掴むところが遠いということは、それだけタイヤに対して、からのインフォメーションはやっぱり XR の方がちょっと少ないと言えるんですけど、まあ、ロングツーリングの場合どちらかっていうと振動が少ない方向で快適に走れる方向が大事ですから、そういった点ではやっぱりXR のなのかなとは思うんですけどね。はい。まあ、ここはやはりオーナーさんにそれぞれこう2社本当にやってるお客さんがいたら乗っていただいて確かめていただくって点が一番大事かと思います。はい。フロントタイヤの話なんですけど、まあこれ、それぞれ OEM でメーカーがついてくるタイヤが入ってますので、まあこの部分も確かにちょっと今回ご試乗の部分、乗ってる分には、ちょっと差が出る部分ではあると思います。で、リアタイヤも実際20055に対して、まあ、19055ですから、やっぱりこのタイヤの特性の差も若干ちょっと差出てくるのも現実でした。高速道路のインターとか、ちょっとした、ワインディングっぽいちょっとどこで走ると、やっぱり20055の方がやっぱりよりバンクがありますから、まあクローズドコース向けのタイヤなのかなとちょっと言わざるを得なかったんですけど、まあそれでも実際オーナーさんにとってこの部分は慣れてる許容できる部分かなとは思うんですよね。はい。ということで、まあいずれにせよ2台こう比較試乗していただければ、ある程度結論は出せるかと思いますので、ぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。